東京ドームです。読売ジャイアンツ対横浜 DeNA ベイスターズ、この一戦をお送りいたします。ジャイアンツの先発は左のグリフィン、対するベイスターズの先発は右の吉野、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。右の吉野、マウンドに上がりました。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは丸。第9投げた、ストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、流し打ち、ヒット、打ったバッターは二塁へ向かった、中継、丸ツーベースヒットを放ちました。ベイスターズ先制のピンチを迎えます。左バッターボックスは2番吉川、ひときわ大きな声援が聞こえます。投げた、ストレートはボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球低め、ボール球打った、ボテボテの当たりはサードゴロ、宮崎ボールを掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第1球ボール投げました、見送ってストライク。第3球はインサイド決まってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、低めの球、見逃し三振。さあ、リプレイです。バッターは4番岡本、岡本背番号25。第1球投げました、アウトローへストライク。第2球投げました、低め外角ストライク。第3球を投げました、外れた、ボール。投げた、インコース取って、これで3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。吉野、ノーアウト2塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。1回の裏が終わりまして0対0です。2回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは大城。第9投げた、初球はストライク、まずは入れてきました。さあ、次の投球投げた、打ちました、ショート右の当たり、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは6番岸田、背番号20。第9投げた、1球目ストレート空振り。第2球投げた、カットボール決まってストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、ボール、内角へ。第4球を投げました、空振り三振、バットアウト。バッターは7番若林、第9直球決まってストライク。第2球投げました、打ちました、引っ掛けた、これは内野フライ、取りました、これで3アウト。吉野、3人でピシャリと抑えています。2回が終了しまして0対0です。3回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは門脇。第9投げました、ボール。第2球投げました、カーブ見送ってストライク。第3球を投げた、3球目ストライク。投球これから4球目、膝元外れてボール。さあ、5球目打ちました、ライト前ヒット、門脇ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターはピッチャーグリフィン。第9投げた、あーっと、ショーフライになった、ファウルグラウンド、キャッチしています。送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。打順は1番に帰って丸。まずは一塁牽制、タッチセーフ。第9一塁ランナー走った、
ストライクになった。盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。リプレイをご覧ください。第2球投げた。2球目ストライク。第3球を投げた。低め際どいボール。第4球を投げた。ストレートはボール高め。第5球投げました。打った。センター前に出る。ヒットになります。中継丸、いいバッティングを見せました。ベイスターズなおもピンチが続きます。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは吉川。大きな声援が届いています。外角低めいっぱいストライク。これで追い込みました。第3球を投げました。外、空振り三振。吉野3球で仕留めてみせました。ランナー2人を置いて迎えるバッターはヘルナンデス。初球決まってストライク。まずは決めてきました。投げました。ボール。第3球を投げました。打ちました。ショート、これは守備範囲内。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。吉野、ワンアウト一塁三塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。序盤終了しまして0対0です。4回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは岡本。最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。第1球アウトロー際どい球ボール。第2球投げました。打ちました。フラフラって上がった。マーキー交代。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは5番大城。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第1球投げた。初球打った。美優君ライナー破った。センター前ヒット。クリーンヒットです。大城ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。さあリプレイです。バッターは6番岸田。今日の第1打席はスイングアウト。第1球ストレート見送ってストライク。第2球投げた。見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げた。空振り三振。吉野ナイスピッチング。バッターは7番若林。第1打席は内野フライに倒れています。第1球投げた。ストライク。まずは入れてきました。第2球ボール。第3球を投げた。打ちました。左中間のフライ。ヒット。中継若林いいバッティングを見せました。ベイスターズ先制のピンチを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。今日は安打を放っています。バッターの門脇。第1球投げました。まっすぐ見送ってストライク。初球ストライクから第2球投げました。ストライク。第3球149キロ直球。空振り三振。吉野見事なピッチングです。リプレイをご覧ください。吉野ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。4回の裏が終わりまして0対0です。ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャーグリ。決まってストライク。まずは決めてきました。1球目ストライクから第2球投げました。決まってストライク。これで追い込みました。第3球を投げました。一つ外したボール。第4球を投げました。打ちました。抜けた。グリフィンナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。先ほどのプレーです。打順はトップに帰って丸。第9球打った。当たり損ねのファーストゴロ。二塁フォースアウト。一塁送球。一塁はセーフ。一塁はセーフ。併殺失敗。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。見送ってストライク。第2球投げた。見送ってボール。投げた。打ちました。一二塁間のゴロ。マーキー取った。一塁送球アウト。ベイスターズ先制のピンチを迎えます。ランナー一人を置いて迎えるバッターはヘルナンデス。今日は三振とショートゴロ。変化球ストライク。アウトローへ投げた。2球目ストライク。もう追い込んでいます。投球はこれから3球目。空振り三振。ボール球で仕留めました。さあリプレイです。
吉野ツーアウト2塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。前半が終わりまして0対0です。6回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは岡本。今日はサードライナーとセカンドフライ。第1球アウトコース低めいっぱい、ストライク。まずは入れてきました。第2球打った、強打、ボールを取る、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番大城、今日3打席目。第1球投げた、初球空振り、タイミング合いません。初球空振りから投げた、これもしかし空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、150キロ直球、空振り三振。吉野3球で仕留めてみせました。バッターは6番岸田、ここまで2打席連続三振。投げました、第2球投げました、決まった、ストライク。第3球を投げました、打ちました、三遊間のゴロ、宮崎掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。吉野この回ピシャッと3人で抑えています。中盤まで終了しまして0対0です。7回の裏、ジャイアンツラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは若林、投げました、外角低めいっぱい、ストライク。いきなり150キロ、第2球投げた、ストライク、これで追い込みました。追い込んでから第3球を投げた、見送ってボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、アウトコース低め、ボール。投げた、変化球、空振り三振。左バッターボックスには門脇。第1球投げました、1球目ストレート空振り、タイミング合いません。第2球ストライク、膝元厳しいところ、追い込んで投げました、外、外れてボール。第4球を投げました、打ちました、当たり損ねのサードゴロ、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターはピッチャーグリフ。第1球投げました、直球ストライク、アウトローへ。まずは決めてきました、初球ストライクから投げました、ストライク、膝元厳しい球でした。第3球を投げた、完全に外れた、ボール。第4球を投げた、低めいっぱい、見逃し三振。吉野下位打線を三者凡退、0点に抑えています。7回までが終了しまして0対0です。ジャイアンツこの回は打順よく1番からの攻撃。トップバッターは丸。第1球投げた、初球に送ってストライク。まずは入れてきました。第2球投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、フラフラと上がった、山本掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは吉川。第1球投げた、ストライク。第2球投げました、低めのボール引っ掛けた、ライト方向へ持っていきましたが、あっと弾いた、取れない、ボールが転がる、中継。吉川いいバッティングを見せました。今日2三振のヘルナンデス。第1球投げました、初球空振り。第2球投げました、ボール。第3球直球見送ってストライク、追い込んでいます。次が4球目、投げました、低めの球、見逃し三振。さあここは抑えたい場面、バッターは岡本。第1球投げました、ストレート見送ってストライク。さあ次の投球、投げた、危ない球。第3球を投げた、インロー、ストレートは外れてボール。投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。追い込んでから第5球投げた、打った、流し打ち、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ジャイアンツセカンドランナー残塁、8回の裏が終わりまして3対0です。9回の裏、3点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは大城。第1球ストレート決まってストライク、
第2球。投げた、ストライク。これで追い込みました。第3球を投げました、アウトコース。直球は外れてボール。投げました、打った、引っ張った、ヤマト自分でベースを踏んでアウト。大城いい当たりでしたがファースト正面。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番岸田。今日はここまで3打数ノーヒット、2三振。投げました、まっすぐ見送ってストライク。投げました、アウトロー、空振り。これで追い込みました。第3球を投げました、一つ外してボール。第4球を投げた、外角、カットボール外れてボール。次が5球目、投げた、ボール。第6球を投げた、ストライク、空振り三振。バッターは7番若林。ベイスターズここは何としても抑えたい場面。第1球外角低めいっぱい、ストライク。第2球投げた、打ちました、ファール。第3球は外、ボール。投球これから4球目、外角低めいっぱい、見逃し三振。吉野見事な完封勝利、ベイスターズ見事勝利です。この試合はベイスターズが勝ちました。勝利投手吉野、敗戦投手グリフィンでございます。さて今日のヒーローは見事完封勝利を収めた吉野、本当に今日は大活躍でした。